練習館は福岡県柳川市にある第10学区の公立高校である。2023年に創立200年を迎える県内の伝統校である。演奏は柳川藩第9代藩主立花明方が設立した柳川藩の藩校である。長い歴史があり、卒業生には大日本帝国海軍大将である伊藤聖一など、正解、学会、再会、 文化人、スポーツ選手に至るまで数多くの著名な卒業生がいる。国語の教科書にも登場する北原白秋も伝習館で学んだが、成績不振で落第した。ちなみに伝習館の効果は北原白秋が作詞した。ちなみに柳川市といえば川下りが有名で、伝習館からも乗船場が近く、その周辺を散策するのも楽しい。